うり茂子、しげ茂子、昭和3年11月3日は、日本の音楽家、教育者、日本最初の女子留学生の一人、男爵、うりゅう外吉の妻。出生名は、増田茂、旧姓は長井。男爵増田子の妹、幕府軍医、長井久太郎の養女。文久2年3月20日、佐渡部行族役、増田孝義の四女として、 江戸本郷猿飴横丁に生まれ、5歳で、医師、長井玄英の養女となる。明治4年の米国留学上学生。左から、長井茂、上田亭、吉松良、津田梅、山川捨松。生命はいずれも当時のもの、数字は数え年。バッサー大学在学時の茂子明治4年、アメリカ視察旅行から帰国した北海道開拓士の次官、黒田清隆は、 数人の若者をアメリカに留学生として送り、未開の地を開拓する方法や技術など、北海道開拓に有用な知識を学ばせることにした。黒田は西部の荒野で男性と肩を並べて汗をかくアメリカ人女性に痛く感銘を受けたようで、留学生の募集は当初から男女若干なという例のないものとなった。開拓士のこの計画は、 やがて政府主導による10年間の完瘾留学という大掛かりなものとなり、この年出発することになっていた岩倉施設団に随行して渡米することが決まった。母親戦争で俗軍の名に甘んじた士族の中には、この完瘾留学を名誉挽回の後期と捉え、教養のある指定を積極的にこれに応募させたので、ある。その一方で、女子の応募者は皆無だった。 女子に高等教育を受けさせることはもとより、そもそも10年間もの間浦和を乙女を単身異国の地に送り出すなどということは、とても考えられない時代だった。11月、シゲは第1回海外女子留学生5人のうちの1人として、土米、牧師のアボット家に預けられ、その後の10年間をアメリカで過ごすこととなる。5人の女子留学生のうち、 すでに思春期を過ぎていた年長の二人は病気を理由にその年のうちには帰国してしまったが年少の山川捨松、重、津田梅の三人は異文化での暮らしにも無理なく順応していった。この三人は後々までも親友としてまた名友として交流を続け日本の女子教育の発展に寄与していくことになる。重子はニューヘブン高校を経て 1878年にバッサー大学音楽学校に入学し、3年間音楽を学ぶ。1910年代、左から津田梅子、アリスベーコン、ウリューシゲ子、シゲ大山捨松明治14年秋に帰国し、間もなく日本人初のピアノ演奏会を開催した。音楽取調べ係助教として、ピアノと唱歌の楽曲分析を担当し、 自らもバッサー大学で用いたカール・ウルバッハ著、プライスピアノ教則本の英語版をピアノの教本として導入した。明治15年、台米中に知り合った陽光帰りのクリスチャンで、軍人のウリュウ外吉と結婚。明治19年、女子高等師範学校圏、東京音楽学校教員。20年以上就労し、日本において音楽家を育成。 高年にも再度渡米するなどしていた直腸がんにより67歳で没。ありがとうございます。